どうもこんにちは、あたりです。ルルアのアタリエアーランドの錬金術師4プレイ実況続きです。さあ、前回この旧王国関所までついて、まあ、アールズまで、ね、道こっそり開いておきました。はい、今回はアールズに行きたいんですけども、ちょっとねアーキュリスに戻って、イベントがなんか発生してるみたいなんで、ちょっと戻っていいですか。イベントだけ見ていきたいです。なんか金の王の手だったかな、お姉ちゃんの、邪魔するぞ。お、あれ、ウォーレル、どうしたの、遊びに来たの。まあそんなところだ。お前がサボってないか様子を見に来たのもあるがな。素直じゃねえな。もうサボったりなんかしないって。でもせっかくウォーレルが来てくれたわけだし、ちょっとお菓子でも食べようか。というわけで休憩。バーイ。おい、いきなりサボってるじゃないか。まあいいか。いいよな、いいです、休憩は大事。はい、お待たせ。お菓子とコーヒーだよ。どうした。え、どうかした。オーレルは紅茶よりコーヒーかなって思ったんだけど。あ、いや、そのすまん、僕はコーヒーが飲めないんだ。飲めない。え、そうなの。苦手なんですか。ああ、僕は苦いものが苦手でな。コーヒーなんてその最たるものだ。おお。へえ、そうなんだ。オーレルって意外とお子ちゃま。誰がお子ちゃまだ。好き嫌いに子供かどうかは関係ないはずだ。そうだそうだ、僕だってトマトそんなに好きじゃないぞ。それに、ふん、コーヒーくらい我慢すれば。苦っ。ああ、無理しなくていいって。代わりに紅茶入れてくるから。砂糖多めで頼む。はいはい、わかりました。まったく世話が焼けるんだから。恥ずかしいところを見られてしまった。覚えてろよ、ルルアメ。イチャついてんじゃねえぞ。はい、というわけで、行き先はあれ、また新しいイベントが発生してしまっている。金の王の手に行きます。どうレフレ、今日はいいお魚が入ったからお魚料理にしたんだけど。とっても美味しいよ、ありがとう。天使かよ。リーザネ、お腹すいた。お、レフレ、いいもの食べてるじゃない。あ、レフアさん。ヤンキーみたい。おお、姉ちゃんいいもの食ってんじゃねえか。はい、こんにちは。うんうん、お魚料理か。リーザネが作ったの。うん、そう、可愛い妹のために頑張って腕を振るっちゃった。そっかそっか。しかし二人ともすごいよね。リーザ姉もレフレも姉妹でお店を持っちゃってさ。確かに、レフレちゃんなんかこんなに。家の事情とかいろいろありまして、なんかそういう辛い過去。確かにそれはあるけど、レフレはよく頑張ってると思うな。一人で仕入れをしてお店にも立って。お姉ちゃん鼻が高いぞ。えらいえらい。本当に二人は仲良しだね。まあそれは置いといて、リーザね、私にもレフレと同じものをお願いします。はい、わかりました。せっかくだし私も一緒にいただこうかな。悪魔出てる、悪魔。悪魔出たぞ今一瞬。リーザ姉の分は見るだけでお腹いっぱいになっちゃいそう。でも一緒に食べた方が。私帰る。ごちそうさま。どうした。あれ、レフレどうしたんだろう。どうした急に。思い当たる節が。お腹
しら。とりあえずルルアちゃんの分を作っちゃうね。うん、お願い。え、どうした、え、どうした、どうした、どうした。行き先は、あれ、追っかけてっても何もなさそうだぞ。あれ、何だったんだろう。え、とりあえずこれ、仕事クリアしてきた。これどうぞ。どうもどうも。はい、あれ、何だったんだろう。さて、どこに行こうかな。じゃあ育児院に行きましょうか。何のイベントだろう。よいしょっと。ヤッホーエヴァ。今日も忙しそうだね。あ、ルルアちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。確かに今日はちょっと忙しいかな。やることが溜まっちゃってて。あ、ごめんね、私が最初に連れ回してるから。ううん、そんなことないよ。ルルアちゃんのせいじゃないから気にしないで。それにみんなも手伝ってくれるはずだから。アルフ、レネン、ラース。おお、どうしたんだエファネちゃん。お仕事のお手伝い？それなら任せといてよ。頑張るよ。ありがとう。じゃあ手分けしてこれを。いやはや、エーファには頭が上がらないよ。あ、先生、前よりも働き者になってるもんね。私が頼りないのもあって、とてもよく働いてくれている。まるで育児院の母親のようだね。先生、お姉さんです。いや、優しくみんなを見守る姿はお姉さんというよりお母さん。お姉さんです。はい、わかりました。お姉さんですね、お姉さん。怖い。レノン先生もエーファにはかなわないんだね。もう怖くなんてないってば。さてと、もうそろそろご飯の支度をしなくちゃ。みんな、今日のご飯はカレーだよ。だからご飯まで頑張ろう。はい。お急に出てくるな、びっくりしたわ。ちゃっかりルルアちゃんまで返事してる。あっちゃ、バレたか。だってカレーは見逃すわけにはいかないもん。私も仕事手伝うからさ、ね、カレー食べさせて。もちろんだよ。大好きじゃんカレー。じゃあルルアちゃんには。お、イベント終わった。よし。どうしよう。ちょっとレフレちゃんとこ行ってみようよ。何だったんだろう。レフレー。こんな時間まで。あ、なんもない。また。そっか、なんもないか。ははー。まあ時間が経ったらそのうちなんかあるでしょ。よし、出かけよう。うん。なんだ、なんなんだろう。さあ、実はレフレちゃんもすごく大食いなのかな。で、リーザ姉ちゃんのご飯食べてるのを見てると私も食べたくなっちゃうけど太っちゃうから見たくないみたいな、そういうのかな。よし、じゃあ今回の目的、アールズまで到着しました。お？お？なんかこの BGM 聞いたことある気がするな。気のせいかな。あー、すげー、見覚えがある街。そうそう、その感じ。あ、これケイナちゃんだっけ。いや、しかし綺麗。画像綺麗。あ、メルル像が立っている。あれ、確かメルル像ってメルルのアトリエアーランドの錬金術師3でなんかのイベント、なんか条件達したらできるんじゃなかったかな。覚えてないな、あんまりはっきりと。さあ
着いたよ。ここがアールズだ。すごいすごいすごい、ここがあのアールズ。メルル姫が錬金術で頑張ったっていう。おっ、ちょっとじゃない、ごめんなさい、お怪我ありませんか？はい大丈夫ですよ。こちらこそすみません、急いでいて。こらルルアちゃん、急に走り出しちゃダメでしょって。ケイラちゃん久しぶり。あ、ピエニャさん、お元気そうで何よりです。師匠、お知り合いですか？この子はケイナちゃん、アールズの役所に勤めてる敏腕な役人さんよ。役所の役人さんだったのか。確かもともとはそのアールズって、ここもともと王国だったんだけど、その王国のお姫様のメルルちゃんの次女というか、なんか召使いじゃないんだけども、ケイナスウェイヤと申します。あ、大人っぽくなったね。アールズのサトキ右腕、ケイナスウェイヤ。敏腕かどうかは分かりませんが、ピアニャさんのおっしゃる通り役場で働いています。へー、役場で。私はルルア、エルメルリア・フリクセルです。フリクセル、あ、もしかしてこの方が。そうそう、ロロナさんの娘にして私の弟子ってわけ。しかしよかったね、ルルアちゃん。どういうことですか？このケイナちゃんは何を隠そう、ルルアちゃんが好きなメルル姫の幼なじみなんだよ。だからいろんな話が聞けるかもね。メルルちゃんは今いないのかい？そうなんですか。ケイナさんすごい。ぜひぜひメルル姫のお話を。それは構わないんですが、すみません、今はちょっと。そういえば急いでるっておっしゃってましたよね。何かあったんですか？ああ、はい、アーランドへの関所を魔物に占拠されたとの報告がありまして、急遽関所を封鎖したので旅人や行商人への対応に追われているんです。ほう。関所を魔物に、大変じゃないですか。あ、でもあれですよね、今頃メルル姫が大事に。あ、いえ、実は今メルルはアールズにいなくって。ほう、そうするともしかして打つ手がない状態なのか？はい、その通りなんです。警備団に連絡はしているのですが。警備団の仕事はアーランド全域にわたる。人手不足のあそこがすぐに動いてくれるかどうか。じゃあその魔物、私たちが退治してきますよ。どうせ魔物がいなくならないとアーランドには行けないわけですしね。うん、よく言った。それでこそ私の弟子というわけだから、ケイナちゃん、魔物の剣一旦私たちに預けてもらっていい？ありがとうございます、助かります。ただその関所にいる魔物はとても厄介でして、おくれぐれもお気をつけて。すみませんが、なんか特殊な攻撃をしてくるとか、いします、そういうんじゃないのか。はーい、お、バシャって、あ、なるほどね。はいはい、この看板にアクセスすることで町間の移動が簡単に行えます。ほっほっほっほー、なるほど、ありがたい。わざわざワールドマップに行かなくても大丈夫。このアールズだったらこのアトリエ使えるんだよな、馬車が移動してるから。よしよし、行こう。じゃあもうそのまますっと行っちゃっていいのかな。ちょっと待ち、回ってきていいか。あ、イベント始まっちゃった。イベント始まっちゃったな。なんだろうこのお店、パメラ屋さん。パメラ屋さん、あら、ちょっと入って
みようかな。パメラ屋さんって何屋さんだっけ。お邪魔します。パメラさんがいるんだけどさ、うん、ん？誰もいないのかな。わあ、よくわからないものが多いな。ここは雑貨屋さん。出た。私のお店。四五三。わあ！あら、すごい姫。びっくりさせちゃったかしら。びっくりしましたよ。私はパメラ。パメラ・イービスっていうの。私のお店寄ってって。パメラ・イービス。パメラさんですか。私はルルア、錬金術師をやってます。まあ、ルルアは錬金術師なの。それならうちのお店はうってつけだわ。うってつけ？どういうことですか。ほら、錬金術師ってよく変なものを使うでしょ。うちのお店、変なものには自信があるの。うん、私、変わったものを集めるのが大好きでね。お店の商品もほとんど趣味で集めたものなの。あー、なるほど。確かに他のお店とはちょっと違う品揃えですね。でしょ。最近はお客さんが来なくて退屈だったし。どんどん買っていってちょうだいな。はい、わかりました。これからちょこちょこ寄るようにしますね。ぜひそうしてね。あ、パメラさんの正体はここでは明かされないのか。ああ、これを初めて見る人のために言わないでおくけど、うん。誰？あ、これは参考書か。参考書だ。やった。買う。毎度。これも買う。毎度。これも買う。わーい。ありがてえ。参考書売ってた。よし、じゃあ行こうかな。よいしょ。他には何かあるかな。何してんの、教えて。あはは、オッケー。これは誰。あはは、ここ役場かな。あ、お城か。お城には行けないね。なるほどね。あれ、なんか宝箱あるぞ。宝箱あるぞ。あ、あったあったあった。開けごま、開けごま。アイヒェルロア、キノコか。一応なんかイベントがあるっぽいね。役場まで行ってみようか。このお仕事は終わり。次はケイナさん、こんにちは。なんだか忙しそうですね。あ、ルルアさん、ごめんなさい。近頃依頼の数が多くって。あれ、依頼？でもここ役場ですよね。実はですね、アールズでは役場が依頼を取り仕切ってまして。おお、なるほど。ケイナから依頼を受けることができます。おお、ああなるほど。他の町でも報告できると。特殊なものは受注する場所が決まっていて、報告も受けた場所限定になりますと。なるほど。ええ、もちろん報酬もお支払いしますので、よろしければルルアさんにもお手伝いしていただけると嬉しいです。はい、わかりました。任せといてくださいよ。まあ頼もしい。それではよろしくお願いしますね。はーい。お、エファちゃんいるな。さてと、
じゃあもう行っていいかな。さーて、特に行くところもないし、行くところもない。一回ちょっとアトリエ行くか。よいしょ。あ、見え。あ、そういうことか。おー、まあいろいろありますよと。あ、ちょっと待って、クロス確か布だよな。ちょっと待って、これでもしかして妖精の袋作れるんじゃない？あ、作れない。そうか、風船の実が必要なのか。はあはあ、風船の実ってなんだろう。どっかのあれかな、魔物が落とすのかな。あ、メルルゾ、うん、よし、じゃあワールドマップに行こうか。今回はじゃあその関所の魔物を倒すところまで行ければな。関所、はいはい。あ、結構遠いね。え、あそこかい。ちょっと待って、出発だね。結構遠いんじゃね。楽しいお出かけになるといいね。ここが砦、あれが噂の砦か。なるほど、旧国境メルリアの門。なるほど、じゃあまずここ行こっか。よいしょ、森の入り口。あれ、お森の入り口はスルーできたな。うん、砦行こう。ハルト砦。あ、懐かしい、知ってる、ここ。そうかそうか、ここか。わお、敵はどこだ。僕の剣の差。あお、なんとかなるな。なんとかなるなる、やってみる。行くぜ。えい、ゴー。どんどん倒すぜ、ゴースト。あ、HP そんな多くない。あ、でも物理攻撃がそんなに効かないってことか。じゃあ、うん、まあ、よいしょ。アイテムどうだ。アイテムも食らわねえ。全然だな。魔法かなんか使うべき。よいしょ、火属性のダメージとかだと、これだったらだ、物理攻撃が効かないのかな。おお、ね、おお、やるやん。あ、爆弾のすすめ解読可能になった。だな、これで。これで採掘用の爆弾のレシピが作れるようになったぞ。あれ、あと1個なんだ。狼の魔物か。最寄りの森。最寄りの森ってどこだっけ。アーランドの近くか。あれ、ここか。ここなんだ、入れる。さあ、冒険の始まりだよ。何が待ってるかな。地球儀の玉。お、探索率が 30%。 これは役に立ちそうだね。どんなものが作れるかな。あっち行けば外に出られそうだな。よし、ちょっと出てみるか。お、中間ポイント。目的地はどこだ。ま、トロン高原。よし、行こうぜ。どんどん行く、どんどん進めちゃう。いかにか、気が緩んでしまったようだ。あ、風船の実来た。風船の実、噂をすればだな。これは調合に使えそう。よし、どんどん集めていこう。何の材料になるか調べないと。妖精の袋って何に使うんだろうな。よいしょ。野菜はカレーのお供だよ。煮込むと美味しい。魔物を倒して、よいしょ、一旦アトリエに帰ったら妖精の袋作ろうか。そうだね、どんなものが作れるかな。こっちが出てきたな。よっしゃ、いけるぜ。出発だね。出発進行。楽しいお出かけになるといいね。お、魔物はいそうにないけど。お、関所に来てみたけど魔物って
まさか。ん？あれ？ん？どこからどう見てもただのプニプニだよね。せやな。ですね。まあプニプニくらいならなんとかなるなる。さあみんなパパッと倒しちゃおう。ああ。なんとかなるなる。なんだ、なんか特別なプニかなんかか。とりあえず倒しとくか。これは痛いよ。これは痛いよ。フィアネちゃんお願いします。逃がさない。追加攻撃系。よいしょ。じゃあここも見切った。見切った。切った。仕留めるわ。追加攻撃お願いします。よし。よし、じゃあインタラプト、インタラプト行こう。お願いします。そんなに、そんなにだったな。よいしょ。それ行っちゃえ、ドカン。よしよし。あ、エファちゃんが全然 MP ない。待てよ。見切った。いけるんじゃない。全然倒せる。逃がさない。わーい、わっす。これでやってしまいなさい。ま、当然の勝利って感じかしら。うん、かわいい。うん、でも全然強くなかったな。よし、倒した。まったくケイノさんたら心配させるんだから。ただのプニプニくらい厄介でもなんでも。あ、ルルアちゃん、そのね、周りを見てみて。ん？え？めっちゃいる。やべえのもいるんじゃないかこれ。いくらプニプニでもこれだけいると面倒だな。メタルもいるぞ、ね、メタルも。さてどうしたものかしら。ストップストップ。誰？テンション高いの来た。うわだ。君たちもプニプニたちも一旦ストップ。ここは私に免じてお互い引こうじゃないかね。誰？私に免じて引くんかーい。プニプニが。ありがとうございます、助かりました。いやいや構わないよ。困った時は他人様、いやお互い様だっけ。はあ、あなたは。いやいや、私のことは気にしないでくれたまえ。ただの通りすがりの好青年さ。うっさんくさ。ところで君たちこそどうしたんだい。プニプニと喧嘩していたようだが。ですね、関所を占拠したプニプニを退治しようとして。うん、占拠か。それはあくまで君たちの意見に過ぎないよね。確かに。彼らには彼らなりの言い分があるんじゃないかい。確かに。は？魔物の話を聞けって言うんですか。ああそうさ、魔物も人間も大地に生きるものならば、それぞれの言い分があって叱るべき。大事なのは話し合いだよ、話し合い。あ、行っちゃうの。話し合いって言ってたけど。え、行っちゃった。なんていうか強烈な人だったわね。ねえ、とっても。バカバカしい。ルルア、アールズに帰るぞ。一応ここで起きたことをケイナさんに報告しよう。プニプニはその後改めて倒しに来ればいい。魔物と話し合い、話し合い。ルルア、聞いてるのか。え、
アールズに帰るんだよね。はい、抜き打ち師匠クイズ。フラムの材料を答えなさい。え、フラムの材料。いきなりすぎませんか、師匠。終わりかい。あれ、どうすんだろう、これ。じゃ一旦じゃアールズに帰るか。はさあ、出発。今日は何が見つかるかな。ここは最寄りの森。あ、最寄りの森じゃん。よし、じゃあ一旦帰ります。よいしょ。はーい、よし、出かけよう。はい、ケイナさんに報告です。どうも。あ、皆さん、お怪我はありませんか？はい、なんとか。結局退治はできませんでしたけど。いやー、ケイナちゃんが困るのも納得だよ。あの数、厄介なんてもんじゃないね。そうなんですよ。あのプニプニは統率が取れた群れとして知られていまして、誰が呼んだかプニレンジャー、たびたび悪さをするので手を焼いているんです。確かにいろいろ色がいたからな。追加戦士みたいなやつもいたぞ。プニレンジャーか。名前はともかく、放っておくわけにもいかないな。統率が取れているということは親玉がいるということ。ならばその親玉を叩いてしまえばいい。ケイナさん、プニレンジャーたちの住処ご存知ではありませんか？住処ですか？そうですね、スタルハング球場で姿が目撃されるので、もしかすると。スタルハング球場ね。スタルハング球場。了解。ちょっと様子を見に行ってみる。ルラちゃん、行こう。はい。ルラちゃん、ルラちゃん、大丈夫？なんだか元気ないみたいだけど。ああ、どうしても考えちゃって。人間には人間の、プニプニにはプニプニの言い分がある。もしそうなら、プニレンジャーは何を言いたいのかなって。ああ、関所で会った人の。ルルアちゃんは優しいね。でも、今はとりあえず、スタルハング球場に行こう。ね。うん、分かってる。さあ、出発！じゃあ今回はここまでにしておいて、一回ちょっとアトリエで作りたいものがあるんだよね。何を作ろうかな。どれ？あ、違う、あ、一回解読しなきゃいけない。よいしょっと。これを解読する。トントントン。解読完了。やったぜ。葉っぱ用フラム。なるほど。おー、作ろう。葉っぱ用フラム。どれ、どこどこだ。どこだ。あった。あ、作れない。燃える土。お、燃える土。あれ、持ってない、燃える土。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ持ってなかったっけ。燃える土。あれ、持ってたような気がするんだけどな。あれ、赤い綱か。あれ、じゃあ燃える土の作り方を調べなきゃいけない。あら、いや、燃える土だから多分あれなんだろうな。燃える土か、これか。どうすんだこれ。アイテム図か。採取できるってことか。ん、うん、ちょっとよくわからないな。あ、でも爆弾や採取道具って書いてあるから採取できるんだな。さては、わからんけどね。そっか、じゃあ妖精の袋作ろう。どれがいいかな。待って待って、布だからクロースをまず作るんだよ。ク
クロースクロースクロースこれね、うん、これ布どれがいいかな。まあ適当に品質順でよいしょ、よいしょ、中和剤、はい、これでいいかな。よし、これで調合開始。ぐるぐる混ぜてやったい。どの特性がいいかな。やったい。オッケー。やったぜ。何を作ろうかな。で、ここから、あ、これじゃん。妖精の袋を、あ、作れる。どれがいいかな。よいしょ。適当に、適当なの作ろう。よいしょ。これでいいかな。オッケー。これで平気。PP 不足、あ、まあいいや、これ大丈夫です。じゃじゃーん、これでいいかな。はい、はい、おしまい。これなんだ、採取道具って書いてあるぞ。何をん、これをセットするのか。お、セットする。図鑑の目次、この程度の風じゃ武器にはならないぞ。あはは、これは木の上とか手が届かない場所のものを取るための道具だからいいんだよ。なるほど、用途によっては威力が邪魔になるか。はあ、何する道具なんじゃ。木の上にいる何かを風で落として取るっていうことかな。うん、なるほどね、うん、よし、じゃあ今日はこんなところですかね。それじゃあまた次回、バイバイ。